大長寺は、兵庫県三方郡上町にある高野山新言宗の寺院。西国薬師十九霊状第二十八番札書。寺伝によれば七百四十五年に、行基が自国の生還の恩を本尊として創建したと伝えられている。その後、戦乱を受け出ら勢は衰退するが、江戸時代後期の完成年間に、当時の住職、密蔵らにより再興された。密蔵は、 京都訪問の際に苦学中の丸山王居に銀山、冠名を与えた。王居は大成した後、密造の恩に報いるため、弟子十二名と共に、客殿襖へ、屏風などに取り組み多数の作品を残した。このうち165点は、国の重要文化財に指定されている。以下の作品が重要文化財に指定されている。うち丸山王居室の38面は、 明治34年、長沢露施室の11面は、昭和28年の指定で、その他は昭和44年に追加指定されたものである。不指定の襖絵、壁調布絵等88面、追立て1点、所管1点を含め、165点が一括、指定されている。寺の公式サイトを含め、多くの資料に、障壁が165面が重要文化財に、指定とあるが、 165面は厳密には誤りで、正確には障壁が164面に応挙所管等一館を加え165点である。ありがとうございます。